マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロこんばんは村上ですその時計ですマジカルラブリーです,ですお願いしまーす99の岡村さん矢部さんお疲れ様でしたお疲れさまでした、えー、毎週木曜日のオールナイトニッポンゼロは我々マジカルラブリーがお送りしておりますお願いします あのこの前ちょっとオードリーさんのあのラジオ聞いたんですけど、あのタイトルコールちょっと再現していいですか。あいいですよ。一人でやれるんですか。まあまあそのニュアンスですよね。ニュアンスでお願いします。気持ち気持ちっすよ。オードリーのオール大と日本戦場カメラマンですか。戦場カメラマン系ってことですか。 こんなゆっくりなのって思いましょうか聞いて何が言いたいんですか早いですだから今日もどん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 王者の余裕なんですよ東京ドームを売れるって東京ドームであの広さでやったらあんぐらいゆっくり読まないと不安なんでしょ聞こえないですよ不安なんでしょだから2時間埋まるかなっていう不安でちょっとでも長く ずっとでも長引かせたいから <laughs> 俺もうっっ遅,遅延行為ですだからやっていいぞ、ね、<laughs> マジかよラブリーのー <laughs> や,やっていいで俺頑張ってさ、うんうん、その馬を引っ張ってるよ後ろから何か、ね、その、ゆっくりゆっくりいやそう一緒に読んるんだけど <laughs> マジカルラブリーのってやっとしてたのにお前がマジカルラブリーのオーナルナイト1.0ってやってくれこれぐらい俺引っ張ってんだよこれ毎回言ってるんですけどリスナーは分かってるよって思ってるんですよ思ってるとかじゃないよマジカルラブリーのオーナーナイン1.0分かってるよってみんな違うこのタイトルコールがゆっくりでちゃんと聞きたいのよいや聞きたくないですよこれがこれなのよこんなのゆっくりゆっくり言ってるつもりですけどね僕としてはいうなんだ 何度も聞いたことありますよ、タイ,タイトルコール。オードリーのぐらいですよ、多分。いや、もっとゆっくりよ。全然。オードリーのそんなわけ、そんなわけないですよ。何度も聞いてますから、ら私は。<laughs> すっごいゆっくりよ。も普段からゆっくりの方なんじゃないですか。せっかちって、ね、はい、やっぱダサいっす。<laughs> <laughs> せっかちなわけじゃないです。余裕がない。僕はせっかちなわけじゃないんですよ。<laughs> いやいやそのまあその毎週のことだからさ、うん、そのもういいよって思ってる人もいるといたと思っちゃってたかもしれない、うん、それはそんなこと言い出したらこのラジオ全編がそうですよ同じ話してるんだからじゃあ、うん、同じ話をずっとしてんだから,もだからじゃあ全部早口で言えって話よだ先週の聞いてくださいってもう終わっていいんですよ 大体一回間違えましたいいですよ本当はね。もうだもうちょいゆっくり読めばいいってことですね。ゆっくりその風格を出して。東京ドームだと思って。東京ドームはやっぱりゆっくり喋んなきゃいけないゆっくり喋んなきゃ聞こえないじゃないですか。わかりました。やりますよ。 頼みますねちょっと忘れるの本当にどんどん早くなるんで遅延だと思うけどな本当にやればやるほどとにかくその時間を埋めたいだけでしょうラジオってほらその一時間か二時間をとにかくなんか埋めればいいだけだからなんとか一個一個短く短長く読んでるだけだと思いますけどね二秒二秒で変わるさ二秒ぐらいしかかわる多分タイそれが積み重ねなんですよ全部が二秒ずつ多かったらもう結 かこの紙一枚分ぐらいはね読まなくてよくなるんですよ多分これも遅延行為だからね何がですかあなたが攻めてくるからでしょこのタイトル声は早いっていう会話僕はもうすぐ次へ次へ行きたいんですよそれをあなたがなんかその止めてねよっしゃよっしゃこれで遅延ができるみたいな面で止めてくるからですよ私のこの進行を進行したくてしょうがないの僕は次へ次へとあのね他のラジオの方は遅延行為って発想が 嘘でしょこの遅延行為を埋めたいやつはマジカルラブリーと三四郎しかいらなくて三四郎埋めたいねとにかく困ってんの毎回毎回埋めることしかしないんですよずっとじゃあ僕はそんなつもりはないないんですけどね本当は埋めたいとかそういうつもりじゃないこの前の三四郎のラジオも聞きましたけどもう埋めたくてしょうがない ホテイソンのものまねで乗り切ってたんですけど何けと思って聞きながら小宮のものまねすっげえ長くてマジでもう一本でいよ結局は出会っ見てもないものまねをでもだから全員が遅延行為ですよこのラジオ芸人はそう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  ランキング出るじゃないですか。で出るんです。ちゃんとなんかちゃんと首位になってるんですよみんな。深夜の方みんな。他どうなってるのっていうことこの遅延行為ラジオが。他はだからもっとゆっくりなんです。まだ早い方なんじゃないですか。オールナイト日本勢は。遅延行為がねどう遅延行為。 っていうつもりはもうないとやっぱり言いたいですそれははいそう皆様にはそう伝えたいんではいちゃんとした情報をそう伝えたいということですのもうやりますよパパパパと本当にやんないだろうやりますよパパパパとじゃ一個の話題につきすごいそのコンパクトにまとめて話していてよああとあ携帯変えたんです私携帯携帯変えたんですうんすごいですよ今 知ってます。今いくつだっけ？15。15私15にしたんですけど<ー>すごいですよ。何がそのえっ、ー、と移動,移動あのデータの移動<ー>すごいっすよ。前回私、私さ223年前に変えた時、<ー> line のなんかうまいことできなくて、なんかすごい謝られたんですよ。その<ー>店員さんにお客様の大切な思い出を消してしまい申し訳ございませんでした。みたいな、うん、今、もうそんなないよ。もう。 近づける近づける近づけてボタンを押せばもう全部移動すんのよ <laughs> すごくないいやすごいよ知らなかったのそんなの<ー>だからもうあれが嫌すぎて僕は携帯変えたくなかったんだけどもう移行がねすぐ変えれる新しいの出たら変えようかなぐらいの気持ちになったな,なんか、うん、その,のアニメとかにあるさこの魔法使いの老人が新しい肉体に。 取り替えるやつあるじゃん、設定でよく。魂だけ移動する。あれみたいだよない <laughs> そう、そう、あれ、あれのことあんま知らない。<laughs> なんいや、外見しか見たことない。いや、それ,それは、あ、見たことありますよ。<そ> <laughs> ただ、あれの中身、内情、どうなってるか知らないんで。<laughs> 全部引き継がれてるか知らないんで。<laughs> その辺はわかんないですけど、なんか、その登録してあるカードとかさ。スイカとかも、でも、全部勝手にやってくれるのね。 勝手に全部なんかあのカード会社に何かこのそれも情報がいって OK になってみたいな、ねうん、LINE だけ本当緊張する <laughs> LINE だけ本当緊張するだ僕も一回前消されてるからラインね本当に若い女の子が泣いちゃってたからさかのぼれないから <laughs> 本当に申し訳ございません全然さかのぼれないからな <laughs>、うん、LINE だけ一応その怖い人はバックアップ 取ってからやったらまあ確実だとは言ってたけど、うんでも本当バックアップ取っとくといいのがあのバックアップってまるまる引き継ぐっていうか、アプリごとにバックアップ取れるみたいなのあるんだよ。だから言ってしまうとラインとかはそうだね。ライン開いてラインの中でバックアップ取ってる。そう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 。とあれさ、俺そのリセットって怖かったけど、スマホのリセットリセットもう全部消去初消去か消去かって怖かったけど、あれして アプリを欲しいのだけダウンロード、再ダウンロードして、それぞれをもう一回バックアップ取ってたから。やると、使ってないアプリ全連できるわけじゃん。それができるから。ああ、確かに。リセットすりゃいいんだと思った。いや、すごい。もう、じゃ進化がすごい。すごいね。本当にもっと言った方がいいよ。あれ。僕みたいなやつ、めっちゃいると思うよ。もう怖い。もう消えるのが怖いから、携帯変えたくないみたいな人、めっちゃいると思う。消えませんって。消えません。 <laughs> <laughs> 駅前で <laughs> 走り回りながら <laughs> でも多分あれでしょ 10, 10とかから急に15とか多分無,無理なんじゃないそういうなんか近づけりゃ OK みたいなやつはあだって10そうじゃないさすがに10はめっちゃ古いの使ってる人いるじゃん、ね、ああいう人はちょっともしかしたらなんかいろいろやんなきゃいけないかもしれないけど、うん、ちょっと本当十13僕は13から15だったんだけどあ十13くらいだともうなめ激楽。 本当に転送も1時間2時間ぐらいで済んでるし皆さんぜひ変えてくださいあの目赤くて今目赤くて昨日ぐらいから目赤くてさっき眼科行ってきてまあまあ単純に寝不足で目薬打てば1週間ぐらいで弾くんだけど今日はあの有吉の壁だったじゃんんか錦越の高橋さんがね んか喋ってたんだけど普通に通に喋ってたんだけどふと俺の目見てね「野田目どうした?」「野田その目どうした?」「あいやなんか昨日ぐらいからなんかコンタクトしてた時に赤くなったんすかね」みたいな「俺はその目して死んでいった先輩みたいな 野田、野田、病院行ってこい。渋いですね。かっこいいですね。ベテランでかすね。本当にベテランでかすね。かっ野田、その目として本当にんかとんでもない目を手に入れたやつかもしれないです。未来史できるみたいな。 結果その疲れ目だっただけなんですけど、多分わかんないけどこの高橋さんに多分ユートのただの疲れ目でしたって言った高橋さんはそれ聞いたら俺のは心配しようも治ってねえな。どっか行ったんですか。でどっか行ったん。多分ユートの方は。壁の収録あるんですけど。ちょ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 っとどこ行くんですか。 頑張れ頑いれ。<laughs> これで好す、でもね、僕。なんで。なんで。どこ行くんだ。待って、待て、待て。ええ、本当、いや、そうですよね。うん、やっぱその芸歴長いからね。いろんな芸人見てますから。ちょっとやってます。本当に、あと、あの、健康状態、関、関係なく、お笑いやってる人が、多分、周りにめっちゃいただろうからね。うん。あんたもだけどね。うん、そうですよね、本当に。一番ですからね。渡辺隆さん。もですよ。なんか、この間も、なんか、四十度、熱、熱出たりとかね。うん。痛風も持ってるし。気をつけたいですけどね。うん。う メーール言ってます,、はい、ますラジオネム野田さん不調なとこ申し訳ないけど目が赤いって遅延行為三四郎の間もやってたよ。やばやっぱ向こうは病院行くとかじゃなくて小宮が「グールだ!」って騒いでてもっと遅延行為だったけど。グ <laughs> グールだグールだグールだ <laughs> グールだ

今年の夏は暑いと、えー、言い出した、そうです。<laughs> はい、なんと、今年。今年の、今年の、今年の夏は。今年の夏は。暑い。暑い、ねうん夏夏。うん、今年の夏は暑い。うん、ゆ、うん、言言ったらしいです。はい。うん、本当に、衝撃の。事実。はい。 まさかの今年、えー、今年と夏,夏<は>暑い暑、うんはいラニーニャ現象が発生したラニーやニ現象、えー、かなり気温が上がるんじゃないかということらしいですけどラニーニャ現象というのは気温が上がるやつなんですかラニーニャ現象は気温が上がるやつっぽいです日本あたりのってことじゃないですか多分日本の世界で日本の 気温が上が上ることをラニーアジェンションでわか,かんないでら <laughs> 日本の気温が上がることじゃないですけど多分その、えー、日本じゃないどこかの、えー、気温気候がこうなってたらまあ日本の辺は上がるよねってことじゃないですか世界的に見たら。 うんうん、ラニーニャ現象ですはい、それが。南米ペルー沖の赤道付近で海面水温が低くなる現象で。真夏に発生した場合は、高気圧の北への張り出しが強まり。全国的な高温傾向が見込まれるということらしいです。わかりません。うん、まあ、わかりませんけども、まあ、暑くなるということですね。ラニーニャ現象。ラニニャ現象ですね。他にもあるもん。ねラニーニャ現象。エルニーニョ現象。はい。 エルニーニョ現象のことはもう分かりません僕はエルニーニョ現象ってのは何ですかエルニーニョ現象もあ気温が高いんじゃないんですか <laughs> <う>じゃあラニーニャ現象じゃないですか <laughs> ラニーニャ現象じゃあラニーニャ現象は日本の気温が高くなるんだったらエルニーニョ現象は下がるんですかいやそういうニュアンスは僕はちょっと感じてないですけどね、うん、エルニーニョっていう言葉に対して、うん、んなんでこんなそのなんか。うん メキシコみたで南米ペルー沖南米ペルー沖ホットなんとかホットなんとか現象とかじゃないもんねそれでいいじゃん英語でいいじゃい、うんホットなんとかでね、うんうん、海面海面っていうのを英語にしてくれたらそれでいいんですけどねちょっとむ、うん、南米ペルー沖の赤道付近の海面の温度の話だからじゃないですか サッカー選手でいそうだね <laughs> ラニーニャとか本当にいそうじゃないですか、うん <laughs> もうちょっとハラペーニョも言るハラペーニョはちょっと違うんですかハラペーニョ現象はちょっと違うんじゃないですかハラペニョ現象はないですかラニニャ現象エルニーニョ現象はハラペーニョ現象はないです聞いたことないですどうどうなるのかもわかんないですからトロティーヤ現象はないですトロティーヤ現象はない聞いたことはないですねだから僕ラニーニャとエルニーニョって言ってるじゃないですか他は僕言ってないじゃないですか一つも。 アミーゴニッシだから言ってないってことはない友達が多いみたいな言ってないってことはないと思ってうといまの間にか勝手にその作ってますけど、ないんです。 ラニーにあとエルニーニョって何回も言ってるじゃないですかアミゴ現象友達が増える喋ってたら友達になってることをアミーゴ現象に現象で呼んでないですなんとか現象とは言ってないそれ。現象じゃないですもんそれはビーツキャラの時はアミーゴ現象です鈴木アミでン鈴木アミンのアミーゴあれアミーゴ現象でした、ね、現象そのうんアミーゴセンアミーゴセンそれは <laughs> アミーゴ千分るんだ。<laughs> ちょっとわかんないその流行った流行ったという意味で。難しいな。アミーゴ千分でも,もう三四郎だぞやってることが <laughs> ないんだもんだって。嘘嘘ついてる嘘というかもうないこと言い出したらもう三四郎だって。アミーゴ千うんわ、うんうん、かんないちょっと。<laughs> ないっつってだからラニーニャとエルニーニャ以外はないっつってアミーゴ旋風は全国的にあっただろそれはどこもどこもかしこもちょっと南米ペルー沖の赤道付近で海面がどうなるんですか南米までは行ってないよアミーゴ旋風はアミーゴ旋風は南米まで行ってないよ日本で止まってるよ日本語で歌ってんだから知らねえだろそのペルーの人が鈴木亜美を知らんの知らねえだろ多分ほとんどの人が うんそれ知ってる人もいるかもしれない日本の文化が好きな人は基本的には知らないよあんな可愛かったのにれ可いいって思うかもわからないよ南米の人から見たらアミーゴが可愛いのかどうかはテキーラもないからねテキーラ現象もないからないないよ全部ないないないラニーニャとエルニーニョわかんないな 他ないですか。ないない。あの、メキシコみたいな言葉。メキシコみたいな。今のうちに。ええ、トルティーヤ、ハロベェイの、アミイゴ。カラムーチョ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 。スーパムーチョ。スーパムーチョ。 カラムーチョ現象はある？<laughs> ないっすよだから。細い。えダニーニャとエルニーニョ以外はないって言ってんの。細い放送。細い放送。細,細いよってなんだよ。食べやすい方っ放送？細いかあんま掴めないだろうあれは。掴めないんだよ。食べやすい。一本,一本ずつ行くってことすか。掴みやすいけど量が掴めない。最初は一本,本ずつ行ってみることを、うん、そのカラムーチョ現象ですか？<laughs> それ人によるよ最初が袋のままザーッていく人もいるよあれは <laughs> 手、ね。手痛くなってくるし結構手痛くなってくるか皮膚弱いん膚弱いか皮膚弱いんじゃもうじゃないですから、うん、はい。 皆さん本当熱中症とかね気をつけてくださいラニーニャ現象が発生しますねラニーニャ現象まああのアイスがね美味しい時期で私はアイスが大好きなんでねそれだけは嬉しいですけどねマッチョ的にはやっぱアイスは禁止になってるんですかアイスうんあんまりよくないんですか僕はなんかダイエット中でもアイスだけは OK っていうことにしちゃうんですけどやっぱダメなんですかねまあもちろんその普通の主食よりは全然ましいですけどもやっぱ うん、ちょっと重いし、うん、お菓子に近いから栄養分も全然入ってないんで、うん、そんなに取らないんですよおすすめはないですかダイエット選手とか、うん、そのマッチョたちにアイス食べるならこれにしてくださいっていうのを、うん、アイスボックスアイスボックスです皆さん <laughs> アイスボックスしかダメです僕たちの界隈ではアイスボックスはアイスとはしてないんですけどアイスなんですか、ね、アイスではないの 味付き氷味付き氷だと思ってますあれはいいんですカロリー的にはうんっていうかもうそのもうほぼ水飲んでると変わんないでカロリーはいそうですねクレープフルーツ水だからもうアイスボックスだけ大丈夫ですアイスボックス以外ダメですアイスボックスかアイスのみ1個アイスのみ1個じゃあアイスボックスかなザーっていきたいからねあれにどうですかハイボールとか入れちゃうってのはどうですか アイスボックスにハイボールを入れちゃうハイボールあだからハイボールにちょっとレモン絞るニュアンスあるじゃんあれみたいな感じでアイスボックスのあのカップに氷が入ってるわけじゃんそこにハイボールを入れて飲むっていうのをねよくやってたんですけどねレモンサワーとか入れて飲むとか一番いい皆さん一番いい出ました一番いいよそれが普通の氷の方がいいんじゃないですか普通の氷はゼロじゃないですか だからまずはアイス甘いだけどまずはアイスボックスからいって、うん、でちょっとずつその水とか入れて、はい、ちょっとずつよ、はい、でどん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 水を増やしていって、うん、最初では氷にしていくっていうまあだからその辛い場合はね味な,味なしアイスボックス最後は、ね、<laughs> いやだから製氷機のやつのことでしょその味なしアイスボックスっていう無限ね無限アイスボックス <laughs> いくら食べてもいいですよね。あ,あれは無限,無限に食っていい。四角いやは <laughs> 無限に食べてる、ね、アイスボックスなんです。うん、はい。まあそう。まあアイスボックスは確かになんかね、あのカロリーなさそうな雰囲気ではいますよね。うん、ぶどうもですか。葡萄もいいんですか。うん、あ,あのめちゃくちゃうまそうな色ついてるじゃないですか。ぶど葡萄。葡萄もマスカットの方もいいです。まあ、<色>いい緑色もいいです。すごい味を感じますけど。いいうん、あれもいい。 いいです今細長い方よね多今細長いっすよねアイスボックス細長いあの黒いねそう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 キャップついてるやつあれでいいんでねああれいいそうですあれにハイボール入れて飲むのいいんじゃないですかああありがとうございますお許しが出ましたね、そこにつまみのカラムーチョでガッとこう流し込んでクーッてなもんですわねほら カラムーチョ現象が。カラムーチョ現象ですか、これが。ほら。これがカラムチョ現象。すぐ起こすんだから、カラムーチョ現象。スッパムーチョでもいいですね。スッパムーチョ現象。スッパムーチョ現象。うん。これで夏を乗り切ろうっていうことですね。そんなも。う暑くなっちゃう。から暑いといえばですね。はい。座席感度も暑かったですね。で、優勝がね、学天足さん。ああ、なるほですね。僕ね。 はい、結構当てたんですよ今回「t h e s e c o n 速だってことは確速対「ザパンチになるってああ最後からそうそうそう<ー>、うん、で「THEPANCH」さんは、うん、あのー、ガスケするまで読んでてああそうなんですか、うん、去年の「マシンガン」さんもあったからガスケしてたんですかあれめっちゃしてた。<laughs> 大会史上でガス欠だったんですねあれは。なんかおかしいなと思ったんですけど決勝あれはガス欠だったんです完全なる。友達がたくさん出てましたけども友達じゃない人が優勝したんですあんまり学天族でそんなに絡みないんで大阪にいらっしゃったんでねなかなかないですけどね。友友達達僕らも熱くなって ととかかいいろろましたけど友達優勝すんじゃねえかつって熱くなったわけよこんだけいたら誰かしらあるだろうってうんうちわもうちわで私たちはもううちわでしたうちわ中のうちわでそんなに面白くなかったのかもしれないあの人は友達だから面白かったのかもしれないですそれと一緒かもしれないで問題が発生してましてはい えー、まあその楽天足さんなんですけどね、まあ、東京・吉本に、えー、この4月で来たのかなもっと前からかもうちょい前からいたか。去年の4月から<ー>、えー、いらっしゃってって。うん でマネージャーがその両国氏なんですね。うん、マネえまあ、マネージャーってまあその両国氏はもう偉いんで、んいえいえまあ両国チーフなんでね。両国藩,両国藩です、ねはい、両国半にはいるんですね。その楽天側さんというのは、うん、だから、えー、もう両国氏はもう終わりです。お終わ終わってます。もう。うん <laughs> うん、はい。でももう廃になってますよ。彼は。 <あ>も<う>マネージャーズ杯に入ってまして、はいうん、もう X でも潰れてましたまたチャンピオンを増やしたいって <laughs> 変態変態です、えー、M 別に彼の給料が上がるわけでもなく、うん、スーパー M ーチャンピオンが増えようが、はい、<ー>とにかくチャンピオンを量産したい人だしてとにかくもうパンクさせたい <laughs> <laughs> 自分をパンクさせたい挑戦ですよどこまでパンクしたら自分が負けるのか、うん さすがですよ。飛べなくなる瞬間はいつたのか。そこが知れないから、自分の。研究熱心だからね。自分の体を今研究してる状態でどこまで行ったらおで終わるのか。飛ぶのか。今試してきよまだ学転速優勝じゃ飛べま飛べなかった。いやだって学天足さん優勝しただって今次の週なわけじゃないですか。一番その仕事 のそのオファーとか来るじゃないですか、うん、なのにそのラジオいますからね今ねそのど,どういうことなんですかね本当また負けれなかったみたいな戦闘狂ですよ、はい、また誰もまた負けることができなかった <laughs> ま,<だ>また死ねなかった飛ばなくてもいいなこれはい <laughs> <laughs> けちゃったなって。 まだマネージャーさんはだから両国市の部下みたいな方がいるんですけどもとはいえしゃるとはいえ両国藩なんてすごいんですよ多分俺聞いてる話だとやっぱ両国藩が一番忙しいような気がするんですけどね今そのまあまあ間違いあぶりも結構今頑張ってますしねでまあチョコプラがチョコプラプラさ 二十何時間テレビもあるしさやばいんじゃないの忙しいんですか鍵とかさあるしでまあ学楽足学じ足あとノンスタさんもかなノンスタさん石田さんどっちもかどっちもだよとかさすごいんだからいやほんとですねあと犬とか犬とかもね今すごいしあの ひげの、ヒ<ゲ>の <laughs> ちっちゃい、ちっちゃいひげの、犬とか、犬も持ってるんですね。持ってるのがすごい力。うん。だからもう僕らに次の日は誰もいませんでした。うん、現場はね。誰もいませんでした。<laughs> はい、来なくない来ない日は増えています。多分。着、う、々、ん、とね。うん。ああ、うん。そう両国市本人的には自分より忙しいマネージャーはまだいるの。うん。うん うん、両国藩以上に忙しい藩があると思ってる、うん、うん。おああ割とやっぱトップクラスだとやっぱり忙しさいやいやそうだよね。と思うよなんかやっぱ売れに売れ切った大御所たちはそんなにだって忙しくないもんね、うんうん、多分もうやる仕事決まってるしほぼほぼ。そうそうそう、うん、そう考えるとそう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 そそうそそうそうそ オファーとかが知らないところからオファーが来がちなんじゃないこの<ー>学転職とかもさそうだね新しく行く仕事とかね学転職大変なのはさ、うん、まあもちろん優勝して東京の仕事も増えるけどもともとやっぱ大阪だから、うん、大阪の仕事にもめっちゃ増えてると思なるほどねまあそうだろうね せっかくなら来てくださいだよね。外戦じゃないけども。うん、とかも今ね、大変なんでしょうね。大阪までついてったりするのかな。いや、さすがに大阪行ってんん。でも、あ、どうなん、パンチさんとかどうなんですかね、今。いや、どうだろうね。来てんのかな。去年のマシンガンズさんみたいに。ブレックみたいな。あら。え、ありますその、去年のマシンガンズさんみたいに。イケメンだってなるノーパンチ松尾の美醜。 ノーパンチ松尾の美がもう俺らもこうやってバカにしてたけど最初はマシンガンさんのことでも確かにらずにじっとさしてたらイケメンだってなったんですよマシンガンさんいやそうだよねでも滝沢さんも本当にイケメンだと思うあパンチさんも気づいてないだけでよく見たらなんかでも浜さんは無理じゃんもうあれはだって浜さんは僕は正直無理だと思うんだようん もうある, <laughs> あ,るあるんだったら,だら松,尾 <laughs> 松尾さんあるノー,<構>ノーパンチ松尾さんのアクスタとか<あ>そういうのがでう出るじゃないですかあそう、うん、ノーパンチ松尾と一緒にノーパンチ松尾と一緒に旅行した気分になれるっっ、うん、あそう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  <laughs> 連れてって推し勝つよノーパンチ松尾 <laughs> おパンチ松尾さんと一緒に旅行行かああもう X とかにもやっぱ流れてくると思いますよあのかっこいいびしょ濡れのノーパンチ松尾さんとか<笑><笑>なんかあるじゃないですかあの <laughs> ワイシャツとあれで髪濡らして撮るみたいなやつ <laughs> ノーパンツ待ってあノーパンツ松尾 <laughs> ノーパンツ松尾もやっぱりそうかもこれは嬉しいんじゃないですかファンの方はこれはうーん <laughs> お<ー>おーってなるんじゃないですか湧きますよ まあ何があるか分かりませんからそれはまあね大波大波もあるかもしれないですよ大波大波の美獣爆発ああタモンズ大波の美獣よくないみたいな X で見たのは阿部ちゃんが香取慎吾さんに似てる誰が言ってたんですか そうお,ばおばあちゃんが言ってんじゃないですかそれおっ <laughs> きいジャンルで見たら一緒みたいなその<だ>その元気な赤い子元気,元気な赤い子っていうあそうですかじゃあ安倍ちゃんの人気が次に出るかもしれないってことですね出るかもしれない恐ろしいですねじゃあこれ大宮セブンのあの人気のあの勢力図が変わるかもしれないですよ恐ろしいですね、うん、<laughs> 安倍ちゃん アタックに下本がいるから僕は安心してるんですけど人気出ちゃったらまずいですねどうなるかわかんないです大会一つでそろっとこの辺は変わるんだねそうですよねタモンズとかね七曲りとかも忙しかったと思いますけどねタモンズとかねいろいろ呼ばれたら嬉しいですよね我々的にもねいや忙しくなってほしいです全員がそうですねこれどうです学天則さんの優勝っていうのはこれもお笑いの勢力図はこれ変わるんですかうん じゃ発表していいですかあお願いしますじゃこれじゃあもう公式発言ですね確定ですねはいはいはいお笑いの勢力図が変わるか変わらないかしますはいそんなに変わりませんありがとうございますありがとうございますすいませんんか理由があるんだったら一応聞いてきますけどまあ去年同様はいそんなに変わらないはいギャロップさん の優勝で、うん、まあやっぱり我々東京にいるんでね、うん、ギャロップさんの優勝はもう正直大阪には、まあ、何か変わったかもしれませんけど、うん、東京はあまりねその感じませんでしたけど、うん、そういう感じってことですか東京にいますよ楽天即死は。まあその、うん、ひな壇が一組増えだった感じゃないですか。<laughs> <laughs> あじゃあそんな変わんないっす、ね、そんなに変わんないああそんな変わんないですねまだうん、うん、そんなすぐにこうガラッと変わるわすぐにと変わるじゃない、ね、あのそこからねがぐいぐいと何かが起きてもしかしたら変わるかもしれませんけども、うんえー、でそれに伴いこうピンチになるのは誰なんですか一人増えれば一人減るということで角天足が角天足さんがひなだに座ることによって座らなくなるのはど誰なんですか角天足が天ひなだに

わ、はい、かりましたありがとうございます。 引き続きバラエティーを盛り上げていこうかなと、えーはい、いう感じでございます。お願いいたします。はい、頑張ってください。頑張りましょう。はいえー、ということで生放送でございます。メールでご参加ください。受付メールアドレスは ml「ML」です「a l n i t e n i r p o n ML」「a l n i t e n i r p o n X」のハッシュタグは「ハッシュタグマジラブ ANN0」「地に点点の字です、えー。そしてこの番組はライブ配信アプリの17デモ「17」でも東京中学由楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。17ののアアプリをダウンロードしてカウント コフ,フォローするだけで誰でも簡単に無料で見ることができますオールナイトニッポンゼロぜひ一七でもお楽しみくださいということで最後までお付き合いくださいはいではここで一曲ミキトピーで ER ファンクラブ村上飽き果てるまで苦わせつつも足りぬパーソナリティであれよいマジカルラブリーの,リーのオールナイトニッポンゼロエチエチラジオです この時間はマジカルラブリーのオールネット日本ゼロをお送りしております。メールですはい、えー。ラジオネームトリケラトプス。うんはい、試しに X でノーパンチ松尾、うん、かっこいい <laughs>、はい、と調べてみたところ。はい、ノーパンチ松尾、はい、相変わらずかっこいい。いや。うん、やはりノーパンチ松尾さんはかっこいい。黒スーツ黒縁眼鏡一重。面長は最強というポストがありました。おお、いるね。また2014年には。うん

結婚してた2014年か、ねうん、ああすごい遡ってくると思うん、<laughs> そ,のそれだけってことですかだからそのそこ2014年に飛んでるってことですか <laughs> そうですねザーッて10年前ですけね、うん、すっごいスクロールして見つけたんですかでも黒スーツ黒締めがね、うん、一重も長。が。がやっぱりそいるんですね好きな人がね。うんだ だ今そのセカンドのねそのトーナメント表を見てそのイケメンを探してるのに、今そのえっ、ー、とマシンガンズに続く、うん、第二のイケメンは誰なのか、はいうん、だからどうですか。まあ学天足はどっちも綺麗ですよね。うんいやどう。修吾パークさんですかね。修吾パーク。半次郎の括み<ー> <laughs> の。ああ。 だあのでもラフ次元の二人はもう2人ともかっこいいから、うん、それはあるかもしれないよねベスト4まで行ったのは行った中だったらベスト4まで行った中だったらまあ金属バット友安いや出っ歯じゃん楽天、うんタモンズタモンズ ザ・パンチほらつい合コンだなな <laughs> うん森下さんが実はイケメンだっていうのはどうですか穴曲がりので俺はかっこいいと思ってるよかっこいいんだよその顔すごいかっこいいんですけどね森下僕はジョーカーだと思ってるんで、うん、気づかれるってああいうことですよねでも、うん、は,はげちゃってるからな、うん、はげてさえいなければうんあ,あとキモすぎる さすがにさすがにキモすぎるんでねまあ松尾さんになるんじゃないですかやっぱこの一番人気ないのは初声でいいんですか一番人気ない初声<世>。今大会で今大会で一番一番人気ないの,がないのは初声になるんですかえー、いや半次郎のターニー <laughs> 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 半次郎がいたか <laughs> 女性人気って言うと<何>ちょっと今回の「ザ・セカンドを女性人気最下位決定戦したいですよねハマ<何>さんも相当だと思いますよ <laughs> ザ・パンチのハマさんは確かになでもまあ今回成績残したから、うんまあ、そうだねなんか面白いは面白いっていうか可愛いみたいなあるかもしんないまあでもターニーさんもだいぶ可愛いいからね顔はね目クリ,クリクリしててね、うん、誰大波さんかもしんないですね シンプルにシンプルに嫌なやつそうに見えるじゃないですかやっぱ突っ込んでるから愛されねえか愛されないまだ愛されない彼彼いや僕もんかタモンズ検索よくしてたんですよそのタモンズがこの勝ったりとかした時に左のやつんだよみたいなあっそうなんだよこいつ文句ばっかり言いやがってみたいなねまだその感じかそうまだ大波さんのことそのレベルで見てんだっていうね このバラエティテレビ界の5年後の姿じゃないですかそうですよね大エースなんで大宮セブンの5年後テレビ界ではエース張ってますよ大波さんメインで企画がいくつも動きますからねぜひともちょっと「タモンズ大波トランプマン」で検索していただきたいですねかっこいいですかっこいいですはいぜひ検索してください誰が美女で売れるのか楽しみにしておりますはい 今日荒れるかもしない今からだから迷ってる選択肢は残されてるんだけどもあのまあ本当にこの17っていうシステムが生まれてラジオでありながら映像を流せるというシステムがあるっていうのが生かされるある意味会になるのかなと思うんですけど過去にありました。パンンツでチコ出そうとしてありましたけど。

てます三人組の一番胸が鳴いてるやついるじゃないですか鈴木さんでしたっけえ過去「o n e p i e c のラスト最終回の最後のコマを小田先生の家から盗んでった原画をここのラジオで発表しました。 深夜ラジオだから警察にバレてないだけ、ええ、<laughs> もうもオダ先生がその金庫開けたらないってことですもん <laughs> 小田先生も多分気づいてないし、いもう気づいて、あ,うん、あったと、はい、海賊行に俺はなったと。はい 海賊王に俺はなったっていう見開きの大国でしたうん将棋のラストでした次が「ハンターハンター」のラストそこもねやっぱ盗みいったそこは結構いい字だったかもしれないですね戸貝先生が結構動けない今ちょっと腰が悪いのでっていうのもあってやってもらいましたで先々週でしたっけこのラジオで話しましたもうちょい前でしたかねコナンの真相というかまあ黒ずくめのとこ一体誰なのか うん、このコナンっていうのは、うん、このコナンっていうのは何を仕掛けているのかが、うんはい、知りたいと。まあコナンでいうとやっぱ最終回よりもそこが気最終回の最後のコマはすべてが解決した後のコマなんで、テルカは僕らはコナンで今回何が知りたいかっていうと、うん、もう全国民、うんはい、全世界が衝撃を受ける仕掛けが一個残っていると思うんです。はい、それは多分。 黒ずくの正体コナンをこんな目に遭わしたものの総本山犯人ですよね黒幕は一体誰なのかこれが分かるシーンがコナンには描かれるはずなんですよ。ネットでもいろいろ言われてましたからねでもそれを否定したりとかね作者の方がね結局誰なのみたいなニュアンスはありますよ烏丸なのかアガサなのか。で前回話したのがン太なにわ男。 家が酒屋でしたっけまあそのみんななんとかこじつければ酒関係はあるんですけども声優がとか声優が山崎さんだみたいな今烏丸が子供の姿になってコナンの近くにいるんじゃないかと死んだとされてるけどなん何じゃないかとかいろんな説がありました逆にラネーちゃんなんじゃないかとラネーちゃんすらもうあるぞってあるぞとはい

あの格好で行ったんですか。うん、あの格好、白白,白の格好で、<laughs> 彼なりにちょっとアレンジして。うん、<laughs> あ,あそうですか。彼なりのアレンジで行った。おしゃれだからね。ーーえもう入れるんですかじゃあ、えー。あります。ちょっとぜひね17いける人ぜひ17切り替えて。あちょっとあのあれです。ちょっと待ってください。あのー、はい一回17 2、はい、じゃなくて僕たちに、はい、見せてほしいとあと,、えー、とここからネタバレが含まれるかもしれませんのであの聞きたくない方はちょっとあのミュートを、はい、音を下げるなりしていただきたいですねこれはもう日本国民の問題ですからね、えーはい、漫画好きとかの話じゃないですからねこれ日本のこうしたら今画面に17に映<ー>ってますか 映っちゃってる。映っちゃってる。映んない方がいい。映んない方がいい。じゃ、あ私ぐら持ちましょうか。あ今大丈夫。映ってない。映ってない。映ってない。はいはい。じゃ、あこれ、あの、二枚あるんです。二ページ。あ、二ページ。二ページあるんで。お宅。お宅。でも、逆に言います。お宅。じゃ、言わしてもらいます。すごい、はい。えお二人。見ていいんですか。 いやー、僕は結構み見,見,見れるタイプです。こういうの、小説とかも一番最後のページから読むタイプなんで。見ていいんですか？あ、見ていいですよ。え、その,えの野田さんはその泣いたって聞いてるんですよ。僕は見て、これを見て、泣いた。泣きました。うわー、そんな衝撃なの？<laughs> そんな衝撃なんだね。じゃあいいですか？<laughs> 心の準備は？あとちょっとちょっと一回上げてもらっまあまあいいです。まあいいか。いいですか？<笑><笑>はい。じゃあ見ますか？ わかりました。したはい、じゃあまずお二人にだけ見せます。はい、この辺この辺まで。はい、じゃあまずは、うん、ルーズリーフに隠す。青山先生。<laughs> ちょっと待ってください。まずはこうですね。まずはこう。<laughs> こ <laughs> まずは <laughs> こんな絵柄でしたっけ？えー、青山先生って。 まあコナンがこのいつもの犯人の黒のね。まあなんか屋上っぽいのかな。多分ゲンタって言ってるんで、多分まずゲンタ最先进って言うんですよね。ゲンタってまず言ってましたね。なんか階段を上がって屋上の道を開けたみたいな感じですね。まンゲンタがピンチだったのかな。うん、小回りもありますね、はい。今度小回りはあります。でもあのコナン特有のあの黒い状態の犯人も、ね、犯人が今いますよね。<laughs> 鼻高いですね。はい。で。はい コナンが衝撃の顔をしますね。一番下の大きいコマに、目がこう、ばっとこう開いちゃって。そんな。次のコマが真相です。わードキドキする。マジで。いいの。いきますよ。じゃ、い、くね。ちょっと、ちゃんと。心準備ですか。はい。きますよ。はい、です。真相です。これ。止めなさい。いきますよ。 ハハ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 ハ

もう学転速の学転速学転速のチンコを触りましたマジカルラブリーのオールネット日本ゼロ <music>、えー、この時間はマジカルラブリーのオールネット日本ゼロをお送りしております、えー、メールですはい、えー、ラジオネームのトリキラトプスはいおい 頼む早く見せてくれ <laughs> いや、ね、冒頭に遅延行為とか言って悪かっただ,、ね、だから早く俺らにも召してくれって <laughs> ああ確かにそりゃそ,そうだよねこの CM またがれたらきついよねこれでねラジオネーム「チルサバ」<laughs> 1994年の連載当初から歩み始めて20年間 <laughs> ついにこの日が来ました僕も随分と大人になったものです野田さん覚悟はできてます い、はいえー。じゃあ、あのー、じゃあくれぐれも言いますけどもそのネタもう本当にその痛烈なネタバレを含んでおりますのでえっ、ー、とちょっと嫌だという方はまあここで一回ちょっとこう音を下げるなり、はい、映像を切るなりちょっとわかんないですけど何かしてください。えっと、うん、えー、競技の結果、はい、見せることにな、はい、りがとうございました。えー すべてのこの先を追っいる炎上など、全部うちたちが僕たちが強います。斉藤 D もクビですこれは。斉藤 D もクビになる可能性あります。首格好です。まあ今もう社長降りてきてるらしいです。あ本当ですか。カツカツと。カツやばい。急がないと。急がないと。早いから。黙らせないと。社長。うん。みたいな。やばいよ。急ご。降りてきてるんで。じゃあちょっとお願いしますじゃカメラにも向かって。 しょうがないですね。もうこれはもうしょうがない。行きます。まええ。まあ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 、まずはね。まあコナンが急いで、まあどっかの部屋に入ってくると。牧場かどっか、まあ源太と。うん。に見えるんだよな。そうですね。まあ真相はわかりません。何が落ちてるか。そうですね。 でまあこの黒ずくめというか黒い状態のまあいずれ犯人がわかる状態ですよね。エパートの犯人ですね。まあまさに犯人の状態です。で、真ん中のコマの犯人もやっぱりいいですね。なんか広い部屋だと、なんか広い部屋みたいな屋上みたいな部屋って、もうちょっと手前にしてほしいそうです。カメラ近づけてほしいですこっち。こうですね。はい。どうですか？ うん、これもう本当に皆さんちょっとでしっかり見たいそうなんでちょっと本当に,にでもこのコーナンの表情を見てもらえて最後の絶望っていうのかなあんなにびっくりするそんなあそ,そんなと、うん、もうやっぱこれはもうどう見ても、ね、青山先生の絵ですよ<笑><笑> どうすかねえ <laughs> そ,そんなに鼻高かったでしたっけ犯人 <laughs> あとドアもなんかもう左にノブがあるのか右にノブがあるのか開くのか引くのか押すのか青山先生のねそんないきますよはい皆さんもう お疲れ様でしたこんな長い期間もう30年とかだと思いますもうコナンもはい最後犯人分かります、はい、お願いしますきます 完全に最中ですね完全に最中いやーいやーまさかですいやー本当に皆さんまさかですお疲れ様でした本当に長い期間。まさかですねええ。へー散々 <laughs> 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 この粉を苦しめていた犯人 してもらいます。はい、言葉で。赤がさ博士でした <laughs>。違うじゃないですか。あがさん博士じゃないって言ってんじゃないですか。えっと青山先生。青山先生は数年前に。否定しました。あがさんではないっていう。嘘でした。え、嘘ついていいの、こういうので。<laughs> 嘘でしたって言うんですかじゃあ青山先生もこれこの連載の時期になってこれが週刊誌にね載った時に嘘でしたってコメントするってことですかコメント、さい端末コメントで言いますあれコメントしましたけども嘘でした嘘でしたカッコ泣きでカッコ泣き犯人赤さん博士でしたマスさーあんな早くバレるとはカッコ汗 じゃ、これ、何してたんですけど。これもう、完全になんか、最中じゃないですか <laughs>。しこってました、これ。<laughs> しこってます。しこってるわけですね。本当に、今。今。今、首絞めてた今、人を殺して。今、人を殺してた、時の彼女、その。俺 <laughs> <laughs> は。あ<ー>あ<ー>。なんで、源太を探しに来てたんだろうな。 なんかあったんですね。元太がいなくなった。元太がだから殺されそうになってるってことかな。赤坂せに元太がいねえっつって、うわ元太が犯人じゃねえみたいな感じで探しに来たらこれですから。赤坂せやったじこの先の展開も楽しみですよね。分かってから。ああ、これ皆さんどうしますか。情報は今このリスナーの皆さんは。うん。 止めときますまあそうですねまあその今日の出来事は今日この時間のみで収めて皆さんの思い出の中でとどめてほしいとそうですねもう各所迷惑かかりますんでだからまあその多分これからテレビでね家族で粉見ると思うんですでまあ子供たちがワクワクしながら見てると思うんですけども。 その真相を話さず、赤瀬博士が現れても何も言わず、子供が「赤瀬博士、やっぱ頼りになるね」とか言っても、そうだね、そうだねぐらいにしてください、それは。まあ、そして今日この番組は、これをもって、打ち切りたい可能性です。 さすがにヤバすぎる情報が社長が下りてた <うん S 1> 社長がもう今イ藤寺の首ネコ使ってわあ、オーロラだ綺麗だなオーロラだじゃあ犬ぞりで帰ろう犬ぞりだ マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロこの時間はマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしております今ブースのドアを閉めて社長が入らないようには閉め出せたんです今窓に張り付いて叩いてますから叩いてますけどもメール来ておりますラジオネームたまげてたまげの部分あがさお前だったのか嘘だろう。僕の方を伝うこれは何 やっぱ泣いてますねみんな全国各地泣いてますか信じてた人もいるでしょうこんなにコナンを支えてきた男ですよ最初からこの一巻第1話から出てると思いますねうんそいとは思うんですけどもねあんな怖い顔するんですねあんなサーカもね焦ってましたね焦ってた焦ってたなあっ焦ってたなあっ焦ってたなあっ

それがさんかこんなこんな驚き方最後ある未計画っぽいさ何も考えてないたまたま見つけられちゃって決まらないよなこれだとちょっとこのあとまだありそうだもんな2点3点ラジオネームミルクティー男 幼い頃から名探偵コナンが好きで映画は全部の作品見てます漫画も最新刊が出るたび買っていますそんな僕がこのラジオと2年前くらいに出会い聞き始めそしてここで大好きなコナンの最終回という歴史的文化財を見られたことに運命を感じますありがとう名探偵コナンありがとうマジカルラブリーのオールナーニッポンゼロありがとうカイトキンモカイトキもありがとうお疲れ様でしたうちきん。にね、全部が終わりました今日で いですねトーンみたいな表現力が青山先生だから当然なんですけどトーンみたいなのこれもうペン一つやってますからねすごいですよこれこれは衝撃でした「ラジオネームキルト記事」これアニメ版になった時2ページ目のシーンで「暗らきに流れ出したら僕はもう笑いすぎて「ヒグ」とかじゃなく死ぬと思います。 最初の方のエンディング、最初の方のね、うん、曲がかったら、最初の曲でもいいですよね。いいシーンですね。飾りたいですね、これね。ちょしっかり保管しといてくださいよ。これだからもうあやも小先生の家の近くでこれ床に地面に置いてあったら、子供を見て。 びっくりするだろうな。ああダメ、なやつ拾っちゃった。いやそれセスノというとどういう意味だルーズリーフだから。ルーズリーフにかかさん。ああ、だ本歴史的文化財なんで、ちょっとちゃんとほ保管したけ、ちゃんとしてる。あれ過去のやつもあなたが保管してるんですか。僕が保管している。いやちょっとお願いしますよ。額に入れて飾っといてください。家に。俺これはもうでもこれが結末なんで、これを見ながら思いながらご覧みてください。 まあ最終回もねでもどそこからでもなんかハッピーエンドになるのかもしれないしねそうですうんこれがだってこれがあってのまだ続いて終わるわけですからそうですだから引き続き名探偵コナンの方へよろしくお願いしますすすお、はい、お願願いいしししままよろくさあそれではえ食品のみならずアミノ酸にも力を入れている味の素株式会社とのコラボコーナーに参りましょう野田さんお願いしますエール心のアミノ酸 うちの野田さんは肌も筋肉も心も美しいパーフェクト美容男子なぜなら美容や筋肉には欠かせないアミノ酸で外面を磨き心のアミノ酸で内面を磨いているからなのですぜひ皆様にはパーフェクト美容男子美容女子を目指していただきたい、はいえー、ということでこのコーナーでは、えー、リスナーから心のアミノ酸自分自身への美しいエールを送ってもらいたいと思います、えー、体はアミノ酸で心はこのコーナーで美しく生まれ変わりましょう、うん、さあでは紹介してください、はい <laughs> ラジオネーム「はい、祖母から生まれた孫」はい普段はおとなしいのにちょっと髪型をいじられただけで「うんうん」と怒りを爆発させる俺まがたまのような美しい形をしているが先端を少し傷つけるだけで大爆発を起こすガラスの結晶通称「オランダの涙かい何それ,あ何だこれマジでそれ先端を少し傷つけるだけで大爆発を起こすの <laughs> 宝石石じゃない何結晶ガラスの結晶結晶をちょんってやったらパンッてめちゃくちゃかっこいいオランダの涙っていうの何なんだろう中にすごい溜まってんのかねすごいっすねこれこそもルパンが盗みそうな確かにオランダの涙いただきますへえ調べてみよう後でいるけどちょっと髪型なんか実はてって怒りやすなハンハンって怒やすな 怒り方そんなですかオランダの涙だったんだなラジオネームさまよう馬人間チャリで走ってたら口に虫が入って食っちゃった俺虫の入った琥珀いちょっと違うんじゃないですかんかあれさ透けて見えてる透けて見えなきゃいけないじゃないですか食っちゃってるからな食っちゃってるから入っちゃってるからな 虫しいった琥珀自体は美しいんですけど虫食くっちゃったお前だよただそうですね美しくないですからねそれ自体はどっちも気持ち悪いから本当透けて見えないとやっぱりね確かに虫の入った琥珀美しいですよね美しいですよね保存されてる感じで足の一本一本も見えますからねラジオネーム「猿之トマルチタスク」週2シフトのバイトに週7で入れますと言って応募し 落とされた俺 <laughs> 宮崎駿に君のような人間をジブリに入れるとかえって君の才能をそいでしまうと言われた細田守会 <laughs> <laughs> 素晴らしいですねーーあのできてますねいいですね <laughs> しっかりできていますこれは <laughs> 週2シフトのバイトなんですよね、うん、そうなんだ細田守さんってそう,そうなんだ週7で入ります <laughs> 相当ダメ情けね、うん、全部雰囲気全部ダメだったんだろうな、うん、君のやっぱ力を使いこなせないですよやっぱこのバイトでは <laughs> こいつ全部ダメそうだなっていう、ねうん、細田さんは何,何でそう言われたんだろうね絵柄とかなのかなんだろうね<ー>ちょっと悩むの,のが結構聞く話だけど、ね、これちょっと詳しく知りたいなこれなぜ言われたのかを素晴らしい。 確かに書いてある条件よりよく言って落とされる時本当に俺はつらい俺と他全部を否定されてる気分になるようなあれな <laughs> そうそだろこいつって思われたの嫌なそうなやつだなってねラジオネーム「祖母から生まれた孫」はい「カラオケで俺が歌い始めるとみんな一斉にスマホを見始める俺 <laughs> オリンピック日本代表金メダルの入ス速報が一かい <laughs> パッてねうんそのぐらい。 そののぐらいいスピードでみんなだたい気使ってじわっといくもんですけどねここしかないっていうね吉宗けるっていうね見るよね確かに確かにバイト仲間からずっと「メガネくん」と呼ばれていてある時「あれメガネくんってなんて名字だっけ?」と聞かれた俺正式名称は「はしだが 相性の方が有名な軍艦島海。あーえー、えー。橋島っていうんだあれ。橋島で橋,橋の島。ええ。軍艦島って正式名称じゃないんだ。うん。まあそっか。まあ軍艦に見えたからよ呼び出す。そうかそうか。んだんだその名前のわけないか。ええー。あれも美しいですよね軍艦島もね。なんか。 距離感がいいですよね見える行ったら行ったでっていうのもあるのかなあそこから見るからいいんだろうけどでもやっぱ行ったっていうのがねやっぱりねうんらしいですねラジオネーム「アクセルライダー」「ゲームのロード中の真っ暗な画面に映った俺のふぬけた顔」 雨上がりりのの地面水に映った青空かい違うんじゃないですかいいように言うけどこれは違うんじゃないですかこれあなたありましたよねありましたあれなんていうゲームでしたっけなんだっけなあのタッチペンでやるやつうわんだっけありましたねうんんかキスできるんですよね 3DS かな でタッチペンでなんかこのデート行ってなんかこう頭とか撫でたりしてると最後キスできるみたいなね、うん、でキスの時にタッチペン加えてタッチペンをすごい奥に入れてキスしようとしたらなんかロードで自分の顔写ったんですよ <laughs> <laughs> ラブプラスラブプラ,ラ,ラスラブプラスそう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  <laughs> これは恐ろしいですねあれもじゃあ青空だったんですね青空と思えば良かったんですねうんありましたありましたでか男とうれ、ん、し <laughs> 眼鏡で顔ということでいいですね。ああ、そうなまにありますねあ、そうなんだ。ああ、顔見る瞬間、自分の。暗くなるんですよ、外れたりとかするとすごい、本当に。嫌な顔してす絶望の顔が映ってるすラジオネーム、ポタマス。ああ、ダイエット、ダイエットと言いながら、チャーハンセットにしちゃう俺。その言葉には出すけれども、強いシーンを持って行動に移してしまうところ。 めんどくせーと言いながらも仲間のために命をかけるならシカマルかいいや素晴らしい<ー>そう思う確かにそう思うこれからめんどくせーあ、ね、ったねー,ねーなるとちゃんと見るとシカマルが良くなるんですよね,すね、ま、めちゃくちゃかっこいいんだよな強いしねうん<ー>で。やっぱあいつがいないと、うん 成り立ってないからな、あのチーム時代ね。本当、本当、みんなちゃんと能力あって、いい漫画だよね。いいね。なんかモブいないよね。モブいない。みんな、あとその、みんなのお父さん世代も、なんかかっこいいじゃん。その、緊急事態にみんな戦ってくれるあの人たち。うん、いや、素晴らしいですね、これは。なるともう一回みたいな。いや、なると面白いですよ。ラジオネーム、祖母から生まれた孫、すごい、三回目じゃん。 チーズが俺しかいない俺のクラス。そのあ意外とチーズ少ないんだって感じ。本場のピッツァ買い。<laughs>

辛いです、ね、いや探せばいますから地理はね隠れ地理はいますから、ねえー、いますいます <laughs>、えー、ということで、えー、これからも募集しておりますということで心が美しくなるエールを送ってください、えー、受付メールアドレスは「m l a l l n i g h t n i ッ c o m m l a l l n i g h t n ドッ c o m です、えー、メールの件名に「心のアミノ酸」と書いて送ってくださいコーナーで読まれた人全員に味の素株式会社のアミノ酸ギフトをプレゼントいたします、えー、ではここで一曲、えー「高志う 福笑マジカルラブリーの「オールナイトニッポンゼロ マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロそろそろお別れのお時間です、えー、今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができますなお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されていますので過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください、えー、ここで17からプレゼントのお知らせですオールナイトニッポンゼロをライブ配信している17とのコラボ企画オールナイトニッポンゼロパーソナリティサイン入りグッズプレゼントキャンペーンがスタートしています、えー、各曜日パーソン のサイン入りグッズがもらえるチャンスです、えー、応募方法など詳しくはこの後17限定のアフタートークでお伝えしますぜひ17のアプリを開いてご確認くださいはい。いーメールですはい、えー。ラジオネーム逃げるは恥田が役につる、はい、衝撃のあまり泣いていたところ、うん、子供が起きてきて決まったのでクラ、うん、お前には早すぎると大声を出してしまい <laughs> 泣かせてしまいましたすまん ちゃん、しくすごいやっぱ各地で涙してらっしゃるこのね見てる方々衝撃な状態って同じ状況になったんじゃないですか衝撃のあまり泣いていた間違いではないか衝撃のあまり涙しました私たちもこれもね多分実際このシーンがテレビで放送される日が来ますからはははいいい全国各地もう一回だけちょっと皆さん もう一回だけ見したけどもう一回だけちょっと見逃した方もね見逃した方もねいらっしゃるかもしれないんでまあしょういですけこうですねこうなんか来ると部屋に入って「ゲンタ!」と「ゲンタ!」まあなんかいなくなって嫌な予感したんでしょうねそしたら犯人が「ハッ!」といつものやつですよ黒いやつなんか作業してると。 何かをしてると、何かの部屋で。そしては。そんな。そんな。絶望の表情。して。し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 。じゃ、そのさ。どっちかは分かっててよ。なんか。その。どっちかは分かっててほしいんですよ。 <laughs> 追い詰めたぞなのかいやあやっとここまでたどり着いたかみたいなさどっちか分かってほしです、うん、通常回ですか、ね、びっくりの試合はちょっともうやめて <laughs> 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 えうわっの,そのダサいんだよな <laughs> 最終回がなんかねダサいよなうんまあマジでその先生先生の裏切りですから、えー、<は>ラジオネームシグ、はいはい、待ってください 今の赤瀬博士、うん、うっかり射精しちゃった顔でした <laughs> つまり赤瀬博士は殺人犯ではなくしこってたらコナンでフィニッシュしちゃったおじさんです,違い,す違いますよそんな,なんそんななわけないですコナンがえー、ええー、えもうもうええ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 え <laughs> ノックしろよ、<laughs> そんなのないんです別に、向こうも最悪ですから、<laughs> コナン側も見たくないですからこれが、まあえー、っと週刊誌、その連載に載るのがちょっといつかはちょっと知りません、それはこれが第何話なのかっていうのはちょっと載ってなかったんで、ずいぶん,んか先かもしれませんし、うんもう案外早く来るのかもしれませんし、うん、だからあんまり言わないでください、人にう、ね、うん <laughs> とににかくく人に言わないいでくださいあんまり、うん だからまた続きには引き続きどっかに忍び込んでもらいます。ドロ、はいはい、<laughs> ねちょっとあの,ー、のま知りたい作品ま <laughs> 待てないやつがあると思うああればあればねこのラジオが先にうん早バレ <laughs> 早バれラジオ。<laughs> はい<ー>なのでまああのくれぐれも言いますけどネタバレが嫌な方はそのそこはもう自ご自分での判断ということになりますので,です、ねえー、これからもねよろしくお願いします人には言わないでくださいね人には言わないでください今度バカじゃないって言われるんでねということで日本放送でお聞きの方はこの後四時半から上永吉正彦朝堀家でございます、えー、ここまでのお相手マジカルラブリーの村上と赤坂博士でしたありがとうねうーバイバーイ。バイバーイ 村上です,のくりですマジカルラブリーです,ですマジカルラブリーの「オールネットニッポン一17限定のアフタートークです。いや違いですだから配慮をいただいたんじゃないですか <laughs> 配慮をいただいたあの上柳さんのやっぱああもう乗っちゃってるわけだからその放送にねまさか <laughs> まさか <laughs> <laughs> まさか博士が犯人とはって言えないですやっぱり。<laughs> コナン知らんか、知らない、知らない可能性はあります。コナンを知らなくて。ああ、って感じ。ああ、って感じ。あ、そコナン知らないか。あ、そう、コナンすみません、知らなかったですよね。すみません、冒頭のトークしづらいですよね。あ、どんなでした。あ、コナン知らないか。いや、そうなんじゃないですか。全部出た。コナン全部知らないか。コナン知らないか。え、知ってて、配慮いただいた。 と思いますさすがにこれは言っちゃいけないやつだなっていうことだと思いますよい、ねまあ、炎上しても困るんでね。ええー、そうなんですよ。何が知りたいかなともうでもほぼほぼだってもうまあね長い連載長い連載のものでとかないよねなんか,んかな終わりいつ終わるんだよみたいな。 むしろなんかドラえもんってどんなだっけとかそのでもそれは調べたら分かるかそうだうあキングダムねああキングダムなでもまあ史実通り行くのかうんとか逆にさこの人の新作なんだろうとかの鬼滅の。 後藤先生の「次の漫画」いやむずいタイトル画面タイトル表紙だけでいい表紙だけ難しいですそれは見本にして書くものもない見本とかないんですけどそのね後藤先生の新作書いてるんだけど難しいじゃないですか新しい次の作品は何なのかまたその昔の漢字の日本を舞台にしてるのか全然変わるのか変わる変わるのかうん その辺はもうちょっと彼もビクビクしていると思いますんでねどこに住みに行かされるのかっていうねそうですまあそれこそバガボンドとかもまだ終わってないですしね終わり方ね普通に佐々木光一郎との一戦みたいなのもあるかもしれないガン流島はあるガ流島はやってないですねやってないですねガ流島見たいっすよねまるまる一話流島かけない <laughs> あ,のあの絵柄で無理でしょ筆ペンみたいなものがいっ、ね、筆ペンみたいてほしいですね難しいだろういけるかな筆ペンで <laughs> <laughs> 無理かあとなんだろうな本当終わってないけどみたいなやつねうん終わってないけどねまあ打ち切りになってしまったものとかもあるかうん,うんちょっとごめんなさいやっぱ僕はちょっと の釣りそれはそれはだからまあ泥棒に行くだけなんでね別にあれですけどちょっと厳しいんじゃないかな厳重だね今もう守られてるでしょうし子親しんだからもねあるとは思うんですけども「クレヨンしんちゃん」とかね「クレシんンね最後はどうなってたのか本当だったら」とかねあるかもしれないですね「ちびまる子ちゃん」とかって終わってんのちゃんと あ,あの辺の終わりとか知らないね確かに「シリマルコちゃん」とか「あれ系」のやつおばっちゃんとかはいやもう一応だから連載終わってるから終わりはあるんじゃないうん多分だけどねそう考えてみるとあんまりないんだねやっぱ終わりが気になるにもう本当に「ワンピース」 コナンが二大巨頭なのかもしれないよね。あ、はめの一歩は終わってないです。あ、はじめの一歩終わってないね。初めの一歩とかね。初めの一歩いいんじゃないですか。初めの一歩の終わり。ま個人的に僕らで言ったらやっぱまあ海事とかありますけあ、海事、まは知りたいですけどね。うん。最後どうなるか。金持ちになるのか。なるのか。結局貧乏人で終わるのか。うん。やっぱそう。国民的みたいなのがやっぱね。国民的な少ないんですね。 サザエさんとかシンプルに。サザエさんね、最後サザエさんの最後ね。海に帰ったみたいなね説がありましたね。ちょっと本当はどうなったのかとかねわかんないですけど、まあちょっと一旦そのやっぱもうなんなんもうこんな連続で泥棒に生かしたらもう本当に捕まりますんで。もう本当折を見てという形に。本当返した方がいいですからこれでもね。確かにね。返した方が本当足つかないというかね見つからないんだよね。 はい、まああなたまあ野田さんが保管するにしてもまあそれはもう気をつけてくださいね。あいつがね、あなたもそのニュースで警察官に連れてかいてるから、行かないですかああなたもその場合捕まりますからね。こう隠してたっていうことでね。相当面白いですけどねそのニュースは。そのニュースは相当面白いです。録画します僕はね。相当面白いですね。 えー、まああのー、次の泥棒はま,あ、まあ、またお待ちくださいということですね、はい、何を撮るかとかも、えー、マジカルラブリーの「オールナイトニッポンゼロは毎週木曜深夜3時から17でライブ配信しています誰でも無料でスタジオの様子を見ながら「オールナイトニッポンゼロの放送を楽しむことができますぜひご覧ください、えー、ここで17からプレゼントのお知らせです、はい、現在「オールナイトニッポンゼロパーソナリティサイン入りグッズプレゼントキャンペーンを実施中です、えー、ご応募はこの後午前10時に17アプリでアップされるこのアフタートークのアーカイブ 配信にコメントすするだけです、えー、抽選で5名様に各曜日パーソナリティの直筆サイン入りコラボ T シャツがそして、えー、15名様にオリジナルコラボステッカーが当たります詳しくは17公式 X をぜひチェックしてくださいというわけでマジカルラブリーのオールネント日本ゼロ村上と野田栗でしたありがとうねうバイバイ,バイバ